4月2日中目黒駅前にある広場で、さまざまなグループが出演するゴスペルのライブが行われました。目黒区周辺で活動するゴスペルグループに発表の場を設けたいと2013年に始まったもので、今では大阪や広島などからも応募があるそうです。この日は審査に通った14のグループが屋外の特設ステージで力強い歌声を披露しました。楽しかったですね。歌い始めたらもうなんか全て、今までのこととか忘れて楽しく歌えました。こちらはこの日のためにワークショップを受けたメンバーによって結成されたグループです。ゴスペルを体験したいと集まった人たちが一つになり、講師の指揮のもと2曲を笑顔で歌い上げました。結構練習で指示があっていろいろ考えたんですけど、でも最後はやっぱり結局楽しく歌おうというのを一番に考えて歌ってました。ただ覚えて音を正しく歌えば、言葉を間違えないで歌えばいいっていうことではなくて、音外しても言葉間違えても、楽しく歌うっていうところまでを本番までになんとか持っていこうと思っています。毎年春に行われるこのライブは来年も参加者を募集予定です。詳細は9月頃に発表される予定です。